ただいまご紹介に預かりました広島大学総合科学部1年の原と申します。本日はよろしくお願いします。今回は地域おこし実習を通して学んだことについて発表させていただきます。まず、再度紹介になるんですけれども、私は広島大学総合科学部国際競争学科1年の原と申します。今回この講座を、受講した理由は、もともと地域に関わる仕事を将来の職にしたいからと、考えていたから、そしてもともと元々出身が広島ではないので広島をよく知りたいから、そして田舎に住んだ経験もあまりないため田舎についてもしっかり、現地に行って触れて学びたいなと感じたからです。今回の実習の流れなんですけれども、大きく主なイベントとしてはこのオレンジ色の文字になっているところが主な活動になっています。最初にチームビルディングをして、そのまま福富町へフィールドワークへ行きました。その後座学を通して4日目に2度目のフィールドワークへ行きました。最終日には最終発表として動画とプロトタイプをグループごとに作成して発表しました。まず私たちは福富町にフィールドワークをしに行きました。福富町では久場住民自治協議会、滝に小学校、そしてフードバンクを訪れました。久場住民自治協議会では草刈りによる余剰金を交通改善のための資金に充てたりするなど、自分たちにできることは何かというのを常に考えながら活動している姿がとても印象に残りました。一方で課題としては役員会の高齢化や福富町の雇用量があまりないこと、そして福富町は移住者にとても人気のある町なんですけれども、空き家のスムーズな受け渡しができていないという現状があることなどについて知ることができました。次に滝に小学校です。こちらは令和2年に廃校になった小学校なんですけれども、現在は校舎の貸し出し事業を行っているそうです。最後にフードバンクです。フードバンクは毎月8のつく日に食品提供を行っており、コロナの療養キットも提供しているそうです。提供元は食品回収ボックスや庄司と連携して行っているそうです。今回のフィールドワークでは、こちらの観察フレームワークあいうえおというものを使って、活動しました。どのような活動、どのような交流、何を使っているか、どのような人がいるか、どのような環境か、どのようなものがあるかないかというこの5つの観点をもとに客観的に地域を見て観察することができました。座学ではアントレプレナーシップを主に学ぶことができました。理論面ではこちらのキャリアカナリスクについてのお話がとても印象に残っています。起業するにあたってリスクを恐れるのではなくて、リスクがあるものとしてしっかり受け入れ、その上で自分たちが許容できるリスクは何なのかというものをしっかり分析して判断することが必要なのだということを学ぶことができました。実践面では人結び代表の山田さんの自身の経験をお話ししてくださいました。特に印象に残ったお話はこちらの羊毛プロジェクトというもので、具体的なお話は割愛させていただくんですけれども、羊毛プロジェクトで事業を拡大することを検討している山田さんと、あとは事業拡大を望まずに最低限の収入だけをこう希望する従業員の方との、この価値観の差というものを学ぶことができました。ここでは経済的価値と非経済的価値のバランスについて、よく学ぶことができました。次に私たちは2回目のフィールドワークに向けて主にインタビューを中心に準備を進めました。特に意識したことは、インタビューする人のことをよく知る、そしてオープンクエスチョンとクローズドクエスチョン、この2つの質問方法の特性を生かした質問を考えるというところです。私たちのグループは2度目のフィールドワークとして手話町へ行きました。手話町ではこちらの桜井さんという2023年春から地域おこし協力隊として手話町でこのかやぶき屋根の外部機民家の、保護活動に尽力されている方からお話を聞くことができました。私が実際手話町へ赴いて感じた、ギャップは、外部に対する寛容さや柔軟さが、自分が想像していたよりもあったということ、そして、
町民の交流の場が意外と少ないということです。インタビューを通して見えてきた課題は、市街化調整区域という建物が地域の景観を壊さないために建物の建設に制限をかけるというものが、紫波町に適用されているそうで、この影響によって紫波町の町の発展にも歯止めがかかってしまっているという現状があるということ、そして、福富町と同じく空き家問題も大きな課題であることが分かりました。一方で魅力としても、誰もが訪れることができる図書館兼さまざまなアクティビティができる蛍荘や茅葺き民家、そして地元に根ざしたお店やサービスがとても印象に残りました。最後に、最終発表として、私たちは紫波町の PR 動画とプロトタイプを作成しました。 PR 動画では、今回の授業には留学生の方もたくさん参加していたということもあり、日本人だけでなく海外からの観光客も視野に入れた PR 動画が作れないかと思い、こちらに日本語の字幕だけでなくて海外の方向けの英語の字幕も付して作成しました。プロトタイプは茅葺き屋根で使用された藁をほうきに使えないかという案が出て、こちらの藁ほうきを作成することになりました。こちらの花なんですけれども、県の重要文化財になっている尺投げの花をこちらのほうきにつけることによって、なんか少しでもこうブランド化の方に持っていけたらいいなという考えのもとで、このようなプロトタイプを作成しました。最後にまとめです。今回の地域おこし実習で学んだことは大きく3つあります。1つ目は田舎の可能性です。町が大きくないだけに、さまざまなことにチャレンジできる可能性が無限大な場所だなと感じました。2つ目は現地で働く方の熱量です。今回お会いした方々は、こう自分の所属している地域の抱えている問題をどうにかして解決したいという強い思いや、あとはその町や町に住んでいる方々への愛だったり、そういう熱量がとても伝わってきました。そういったですね、熱量が皆さんの活動の活力になっているのかなというふうに感じることができました。3つ目はスキルです。座学では主にアントレプレナーシップに関する心構えだったり、あと基本的なスキルについて学ぶことができましたが、フィールドワークでもたくさん学ぶことができて、実際に現地に赴いて実際に住んでいる方から生の声を聞いたり情報を得ることの大切さについて学ぶことができました。以上で発表を終わります。ご清聴ありがとうございました。